今日は特別編のベガルタ特集。そうなんです。しかもそのタイミングに合わせてちょうどね、ハッピーが来るっていう。これちょっと徐々に増やしていきましょう。そうですね、ちょっとまだね、もうちょっと欲しいですよね。ね、いつもだったらね、あの僕がクイズを出して翔くんを苦しめてポイントを与えないっていう、はい、仕組みだったんですけど、今日は逆にチャレンジ企画ということで、翔くんから僕にクイズを出してもらって、はい、それで僕が答えられれば0ポイントですけど、僕が答えられなかったら翔くん300ポイントゲットということで。はい、300でしたっけ。あれ、いつも300。いつも300です。300か、そっか、そっか。じゃあ、ご用意プレゼントいただけてみたら、はい、行きましょうか。はい、お願いします。ベガルタとか仙台のイメージってどうですか。あ、仙台のイメージね、 J リーグのチャレンジャーっていうイメージですかね。毎年若手とベテランの融合、なんていうんだ、大卒ルーキーとかを獲得しながらも、ちょっと日本代表国際経験ある人たちをちょっと混ぜたりとかっていう、うん、柳沢選手とか平瀬選手とかね。わ、知ってるな平瀬選手出てきたおそれちょっと国際経験ある人と若い人、これからの人を育てていくっていうなんかチームっていうイメージがあります。素晴らしい。どうですか、合ってます合ってると思います。確かに、あれはどうですか。じゃあ単純に仙台、宮城県ってどんなイメージですか。宮城県はなんか綺麗な清潔感あるイメージありますよね。でも、そう、札幌出身じゃないですか。はい、僕も何回か札幌行ったことありますけど、うん、札幌の方がはるかに規模は大きいですけど、はい、なんとなく似てますよね、雰囲気が。同じ空気感がある可能性がありますありますよね。そう思いました。じゃあまあ、ぼちぼち行ってみましょうか。はい、まあ、こんな感じでね。お願いします。おありますから、ちゃんと仕込みが。はいはいはい、よろしくお願いします、ね。まあ、基本中の基本行きましょう、まずは。はい、ベガルタ仙台ってなんかイメージカラーというか、ベガルタゴールド、ベガルタレッド、ベガルタブルーっていう、こう、まあ、エンブレムとかにも入ってるんですけど、まあ、でもベガルタ、このご覧の通りこれ黄色ですよね、ゴールドじゃなくて。あ、そうですね。ですよね。はい、でこれベガルタゴールドって言います、ベガサポの皆さんは。さて、このベガルタゴールド、まあ、選択肢3つありますけども、はい、由来として不正解なものはどれでしょうか。この中で不正解かね、正解を1つ選んでいただきたいと思っておりますが、どうでしょう。まあ、いいな。でこれね、流星の色、これは多分、まあ、ベガルタマスコットの関連もあって、これ多分ね、流星は多分ここは大事にしてると思うんですよ、テーマとして。 なので、はいはいはい、1はないとして 2か3なんだよな。いや、これね、じゃあかけよう。3番が嘘です。お、3番の伊達政宗が流通された、はい、が嘘。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー正解。どうやったのそうです、3番はもう僕が作った嘘でございますね。いや、これ超絶妙だなこれ僕も知らなかったです。まあ流星は確かに、うん、おっしゃる通りベガルタといえば、はい、ね、ベガルタ君もいますし。そうですよね。そうなんですよ、まあ、その天の川というか、そのね、織姫彦星から来てますから、名前も、まあ、流星の色、はい。でももう一個の2なんですけど、僕も知らなかった、はい。宮城県って日本で初めて金が発掘された場所らしいですよ。だからそれになぞらえて、で、まあ、黄金の国、ジパングですよね、憧れの地ということ で、ね、でベガルタもそういう象徴になるという意味でこの2番、ね、黄金の産地って取ったらしいですよ、このベガルタゴールドって。みんなこれもうちょっと分かれば10年後ぐらいみんなベガルタ好きになるんじゃないですか。そう、世界が注目するクラブへっていうね、テーマがあるらしいですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なってほしいな。なってほしい。お見事、正解でございました。で、まあ、その他にもこのベガルタブルーレッドがありますけども、はいはいはい、まあ、ブルーっていうのはあれですね、銀河の色らしいですね。星があり銀河がある、なるほど、はいはい、なんか伝統と品位を象徴とした色らしいですね、ベガルタブルー。 でもそれに沿ってるかもしれない。確かに品位はめっちゃ感じますよね。サポーターもあったかいし、はい、いい人だし、うん、そう、なんかフロントとも仲が良さそうですよね、選手、うん、なんかやってるサッカーも別に汚くない、うん、
そうですね。わかります。なんかすごい弱いチーム、本当に降格しちゃうかもしれないチーム状況の時って、はい、結構サッカー汚くなるじゃないですか。確かに。でもそれしないですよね。そこがちょっと僕の好きなところかな。おいいですね。はい。でこれベガレタレッドですけど、ベガレタレッドは情熱、情熱と勝利への意欲。ああ。関口選手がとか、はい、マルちゃんとかね、あ、はい、ちょっとあれ行き過ぎなとこもありますけど、なんかそういう意味がこのベガレタの、ね、カラーに込められているそうでありますよ。すごい、すごいいいチームだな。そうなんですよ ね、 ね、まあ、さっきもありましたけども、このベガレタっていう名前、あの仙台の風物詩、七夕祭り、うんうん、でこの天の川の織姫ベガですよね、はい、あと彦星のアルタイ、はい、でこの県民と市民と融合して共に夢を実現するという願いがですね込められているらしいですよ。そういうことなんですか。そう、うん、でもこれはですね、 J リーグのなんか理念があるらしくて、地域に根付いたスポーツ文化っていうのがあるらしいんですよ、はいはいはい、だからまさにベガルタっていうのはサポーターも熱く、うんうんうん、でまさにベガルタもその地域を大事にするっていう、これまさに J リーグの象徴という名の象徴するかのようなチームなんですよ。はい、いいとこだったよね。そういえばカンペに耐えるとこもない。ああ、そうかそうか。自分の思いを伝えるとスラスラ行くんだけど、カンペを見るとこううまくいくから。あ、なるほど。まあ、というわけで、ベガルタの軽い歴史っていうのを、まあ、説明いたしますよ。あ、はい。まあ、ベガルタっていうのはですね、はい、東北電力ってご存知です。あ、はい。あれスポンサーじゃないですか。あ、そう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 、はい。東北電力のサッカー部が前身らしいんですよね。スポンサーというか、もう持ち物、持ち主ってことですね。そうです。そこから戦いやって、はい、ジャパンフットボールリーグっていう JFL っていうのに、まあ、後々昇格するんですけども、その時ってベガレタ仙台っていう名前じゃなくて、グランメル仙台っていうのがあって、はい、それで JFL 戦って、で、99年の J リーグ2部制、はい、J2 ができた時からベガルタも参入して、その年にグランメル仙台からベガルタ仙台に名前を変えたらしいです。でそのベガルタ仙台に変わった時にそのチームカラーもベガルタゴールドに変わったということですね。さっき出ましたけども、はい、あのチームキャラクターベガルタいますよね。ベガルタ、ベガルタの妹が知ってますよ。妹っていうか女の子いますよね。そうなんですよ、はい、知ってますあー知らないよルアーナとかルターナとかそういう感じ。そうっす、ルターナです。あ、ルターナ、ルターナ。そうそうそう。というわけで、このベガッタ君いますけど、はい、ベガッタ君の好きな食べ物は何でしょうっていうのが第2問です。うわ、怖っ。さあ、なんか、ベガッタ仙台キャラクター、ベガッタ君の好きな食べ物は、一つはカレーライス。カレーライスなんだ。そう。かわいいな。カレーライスと、もう一つは何でしょう。おぉ、なるほど。あれ全部大好きですわ。これさ、この問題、はい、あのいや、笹かまぼことずんだ餅は作ってるじゃないですか、はい、その2番のホヤに関してはそのまま取れるものですよね、うん、カレーライスも作ってるものなんで多分ホヤではないっていう推理。ベガッタ君って鳥ですよね。そうっす、わしなんですよ、犬わし。餅食えるのかなっていうところでその動物的な喉的に。あ、そう動物いたら多分、ね、どれも食べれないの。あ、うん、笹かまぼこにしよう。一番の笹かまぼこ。残念食べたな、ムカつくな。不正解を、ね、誘った時に嬉しさだったこれはそうですよね。そうなんですよ、笹かまもね、美味しいっすよ、はい、でもベガッタ君が好きなのは2番のホヤでしたベガッタ君の本買ったんですけど、あるんですよ、これ、うん、ちょっとアップにしますね。はいはいはい、これあるんですけど、はい、これにね書いてあったんですよ、好きな食べ物が。ホヤが一番好きで、他に好きな食べ物が何かって聞かれたらカレーライスってことなんですね。あ、なるほど。それが一番ホヤが好きって。まあ、ちなみに嫌いな食べ物はゴーヤとシシャモフライらしいですよ。すみません、ちょっと話脱線するんですけど、あ、どうぞ。レガット君は犬わしで、そうそうそう、犬わしみたいです。あれじゃないですか、仙台の野球、はい、イーグルスじゃないですか。イーグルス、そうですね。なんかあるんですか。あ、それはね、もちろん僕は知っておりますよ。お、教えてください、先生。なぜかと言いますとですね、はい、さっきも言いましたけど、そのベガルタのチーム名のベガとアルタイ、うん、織姫、彦星、はい、で、この彦星か、
アルタイルっていうのが、あの和紙座なんですよ。アルタイルってこう和紙座の中に属する、なんだ、星っていうんですか。それだから、なんか、そう、それなし、そう、和紙座を選んで犬和紙にしたんですって。あ、そういうことなんだ。そうそうそう。ギリシャ神話で犬和紙って、そう、勝利をもたらすみたいな意味が込められてるらしいんですよ。そうなんだ。だから、その星座、仙台にちなんだよ、星座と、うん、勝利をもたらすっていう意味の兼ね合いもあり、犬和紙にしたらしいです。すげえ深い、なんかこんなに深いと思わなかった。そうなんです。勉強してると全然知らないことがあるんですよ。へえ、面白い。そんなベガタ君ですけどもね、第1回 J リーグマスコット大賞っていうのなんかあったんですけど、J リーグマスコット総選挙、これどっちも1位になってますから。あ、1位取ったことあるんですか。そうなんですよ、センターになってますから、総選挙で AKB48 に。あ、すごい。実は意外と日本全国から人気なんですよ、多分仙台だけの、ね、票じゃ多分勝てないじゃないですか、多分。だから日本全国から愛されるキャラクターなんですよ。ベガルタも日本一になってほしいところであります。はい。さあ、というわけでですね、ベガルタについて、そしてキャラクターについてちょっと学んでいきましたけども、はい、いよいよ真髄に迫っていきましょう。中身にね、チームに迫っていきましょう。はい、お願いします。東北で初めて J1 へ昇格させた監督は誰という問題でして、うわ、ミスターベガルタと言われていた、はい、千葉直樹選手っていうね、選手がいるんですけど、ついね、ほんとついこの前、はい、ありましたよ、感動的なエピソードが。で、顔をパッと見たら、はい、これはベガルタのルルルルルル選手じゃないかっていう。優しい。大山性格悪いな。